ひなチャンネル。今日は無職転生2期の3話反応会ね。今回の泥沼はひどかったわね。お前はサイコパスだから泥沼展開は好きじゃないのか。サイコパスはサイコパスな内容が好きなだけで、別に男女のドロドロが好きなわけじゃないから、一緒にしないでよ。お前の好みは尖ってて難しいな。それではみんなの反応どうぞ。一人死んだのに泥沼とかバカにしてるやろ。一人死んだのにのんきに飲み会か。結局つるんでるのか。ミミル忘れられる。弓の娘ヒロインにしろケーキ。随分距離が近づいたな。アシリパさん、白石遥好き。この金髪可愛いのにヒロインちゃうんよな。ハーレムに混ぜてやればええのに。脳が壊れる。他の女の話。嘘だぞ、父親に適正な誘派ならわされたから。剣術開花できなかっただけやぞ。原作なろうで読んでたけど先週気になったから、ちゃんと文庫版買ってこの話の予習しといたで。デートやん。皿の脳破壊して。もう完全に落ちてんな。もうこの子でいいじゃん。こんなに急に老変する女って信用できんわ。それじゃあ女全般もう無理ぞ。メスか押しやがって。デートしてデレさせろ。ナロータウンの文化レベルでは力こそ全てやからな。そら老変もするやろ。ダメだ、この娘がヒロインじゃないなんて耐えられない。ほんまこいつ行く先行く先で愛人作ってて羨ましいわ。オープニング流しながら進行していく感じ懐かしいな。越境は色あるんやな。さらていくつなんや。この甘さそってやがる。露骨すぎるやろ。お誘いやん。いつまで杉田なんだよ。杉田出てくるな。身長勇者。童貞じゃないのになんで童貞ムーブなんだよ。昔のルーデウスならすぐセクハラだったな。ついこないだまでめっちゃうじうじしてたくせに。え、どんだけしたいんや。ぐいぐい来るな。なんか積極的だ。この世界にヒミングってあるんか。ハッコンが出してくれるやろ。事情を知らない冒険者がぐいぐい来る。もう完全にそれやん。今で見てる谷が切れそう。ムードのない部屋やな。ご身体バレないんか。積極的すぎる。行きます。杉田やめろ。シャワー浴びてから見せんか。このベッドでやるのはきつそうやな。布団がわらやん。チューしろ。キスキスキス。スムーズになったもんだな。いいよ来いよ。チンポか。チンコがない。立たなくて草。悲しいな。だった。つまりどういうことや。悲しき現在。使える。無能もトイフ能。BB になったんか。インポで悩むなろう主人公。ピーターグリル要素。実際中折れとかなると女って冷めるんかな。冷めるに決まっとるやろ。中折れは落ち込むらしいぞ。沈黙のチンチン。経験少ないと稀によくあるぞ。緊張による AD。 風俗行く前の Y みたいにバイアグラ的なやつの目。15、16くらいでこれはかわいそう。立つけどなかなか行けなくて中折れするのもきついで。は？この女もおかしいやろ。服着せて草。悲しいな。気遣いのプロ。勘違いしないでよね。女を恥かかせやがって。汚ねえケツ。いや命助けてもらって惚れた相手なのに。インポくらい許してやれよ。これそのまま受け取っちゃうのアスペ感あるよな。だってアスペやし。これもう再起不能やろ。不能なだけに泥沼という名前が変わりそう。プライド傷つけられちゃったねよ。これ余計インポになるな。インポ治るまでやるんかこれ。やっと俺たちの無職が帰ってきたな。なんだてめえ。この後仲良くなりそう。俺だってやるっちゃ。言えたじゃねえか。ボッコボコで草。酒飲んで気する40代無職。素直に殴られて優しい。エリスにはやり捨てされてるんだよなこいつ。こいついいやつやん。俺はもうダメだ。ルーデウスは腕力はもやしなんやろ。全然聞いてないじゃん。血出てたけど。謝れて以来あんまり聞いてないな。このゴミを呼んで煽るの草。なんかこいつに抱かれそうな雰囲気やん。バイアグラ知っとるかもしれんで。吐き出せないから泣いてるんやで。入れられないから入れられる側になるんか。こいつ目は良いやつやからな。いいやつやん。言葉に出すと草生える。おちんこ出る。ソーセージ映すの草。男もいけるしな。抱かれる側になればセーフってことか。ゾルダートさん本当にいい人。悲しき過去。やっぱ性の話をすると仲良くなれるんですね。やつあたりで殴られまくったのに、なんであっさり許してるんやこいつは。本音を喋ったから親身になったんだろ。日本語みたいに一人称に個性がある世界ってことか。ワイラには初めてすらないのに。お前だけや。やり捨てに ED とかこいつろくな経験しとらんな。こいつ結構面倒にいいやつやな。これに関しては普通にエリスがゴミ。陰謀直す話かよ。精神年齢40超えでセックスのことでメソメソとか、無嗅覚か、召喚にでも行くのか。異種族レギュアーズかな。ルーデウスこいつとつるんだ方が強くなるわ。これが遊郭編ですか。風俗で草。弾丸とかおらんのか。レビューしろ。富谷優衣そう。エリスが説明しないのが全部悪いやろクソビッチが。これもう中国では無理やな。もうこれ半分鬼滅の刃だろ。よろしく頼むで。鬼名使おうや。慣れてる人はこういうとこで神名を名乗らないらしいな。
子供なのに風俗ええんか。お酒飲むとダメじゃない。酒飲むと立たなくならんか。姉が娼婦とかかわいそう。この子めっちゃかわいいんだが、エッチすぎる。やっぱり娼婦や。娼婦にはちゃんと ED のこと言えよ。泥酔しなきゃ立つだろ。スケスケだぜ。ワイも娼婦ってやつ言ってみたいわ。ご奉仕するにゃん。避妊具ないのに本番するんか。魔法で避妊するんやで。これで立たないのは悲しいな。カットするな。立たなかった。もう終わりだよこの身体。病気やからな。この子で立たないなら終わりや。プロは立たない客珍しくないから慣れてて頼もしいな。ロッシー見たらバッキバキになるやろ。男で試せ。命の恩人になっても裏切られたんやからもう無理やろ。ロッシーは信仰対象やしな。こんないい風俗場おらんやろ。金払えばおる。嫌われるのが嫌で人付き合い避けてまうのくっそわかるわ。男ならいけるんやないか。男でも試してみればええやん。こいつめっちゃいいやつだな。こいつ普通にいいやつよな。なんでこんな親身になってるんや。おっさんいいやつやん。ここもロニ40代無職やな。ゾルダートが成人すぎる。地雷踏みすぎて草。終わったわ。男子最低。やってしまいましたな。これは余計トラウマになる。殺してええと思う。酔ってるししょうがなくない。そしてまた ED に。判断が早い。なんで転生したのにこんなことになってるの。キモいけどようやく面白くなってきたな。めんどくせえ。タイミング的にルーデウスも悪いけど、サラもあんなこと言って帰ったのも悪いからな。何から何まで裏目に出てかわいそう。こいつ急にいいやつになりすぎやろ。船乗れ。やっぱ男友達よ。このまま喧嘩別れは辛いな。やっとマッマ助けに行くんか。もうこいつでええやん。どっちも悪くないよ。しいて言えばエリスが悪い。男と急接近しただけやないか。ゾルダートには立ちそうやな。ED 治療コラボ案件とかやった方がいいんじゃない。風俗場ってシュガーアップルちゃんやったんか。サラもうこれで出番終わりなんか。ローズ先輩みたいな髪型。スケベイルフやん。とんでもねえドリル。エリナリーできた。セックスおばさんだっけ。ガチのやりまん。守りたかったこの笑顔、守れなかったこの笑顔。白石遥がもう離脱なの悲しい。無職転生も学園編あるのか。サラちゃんもう出てこないんか。みんなの反応はここまでです。あのさ、男ってメンタルやられたらあんな感じになるのね。そんな感じの人もおるんじゃねえの。知らんけど。あれのきっかけになったエリスも悪いけど、サラも結構な怒り方よね。もともとツンデレだから自分の感情を素直に出すことができないんだろうよ。ツンデレは素直じゃないからツンデレなんだもんね。これでこのエピソードは終わって学園編に入っていくんかね。知らないけど盛り上がっていくんじゃないの。ミキは学園編がメインと思っていたもん。これからも楽しみに見ていこうかね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。